ふわふわなマスターが気がつくと、そこは12月24日じゃった。驚いたかな？いや、驚くに値しないぞ。たとえバレンタインでもクリスマスが勝つ時がある。そんなファンタジーがあっても良いと思う。まだまだ肌寒いサンタなのであった。ほっほっほっ。メリーバレンタインじゃ。若者よ。うふふ。ゼルコにはこんな使い道もある。他のサンタにはできない芸当だな。元気にしていたか、マスター。クリスマスでは世話になったな。24日はとても大変だった。一日で世界中の田舎町を回ったのだから。相手が不在だったり、住所が違ったり、これじゃないと泣かれたり、キャンディーケインもごっつんこだったが、うん、あれはとても楽しかった。いつかまたお前と一緒にプレゼントを配りたいものだと思い出話をしていたら日が暮れてしまうな。今日はこのなんだ、サンタとしてではなく、私としてお前に贈り物を届けに来たんだ。クリスマスの日、一つだけこっそり取り置きしていたものなんだが、喜んでもらえるだろうか。そして直に渡すと、とても顔が熱いのだな。また一つ勉強になった。落ち着かないので今回限りにしたいところだが、年頃の淑女にとってホールケーキを一人で食べるのは最大の贅沢と聞いた。なので満面の笑顔でほっぺたを膨らませるがいい。いい夢を見られるはずだ。そういうわけで私は失礼する。アルテラサンタは地球上では3ターンしかいられないんだ。あ、そういえばそうだった。お前は賢いな。そして優しい。うん、では私も少しいただくとしよう。きっと美味しいぞ。味は保証する。この私が選び取った一品だからな。だが食べ過ぎて鼻血だけは出さないように。経験者は語るだぞ。